皆さん、こんにちは。河合圭介です。こちらの動画を見る前にですね、河合圭介より、いつものルートで、送った政治経済の提案1、2を先にご覧になって、いただいてから見ていただけたらなと思います。2の続きなんですけども、2については世界との、平和活動の提案について、いろいろ述べさせてもらってます。中心、そういった内容を中心に。で、動画ちょっともう録画容量いっぱいになって、途中で止まってしまったんですけども、続きなんですけども、その中で、ロシアとウクライナの戦争、されてますけども、本日は、9月16日ですね、2022年の。その内容の、1番、2番を見てもらったら分かると思いますけども、停戦合意をした後の、国境線をどこで引くかの領土問題についての、交渉内容ですね、その案を、こちらの方でちょっと考えてみまして、述べさせていただきました。それと、あと、2の続きということで、他にも、どのような、世界との、外交上の平和活動というか、そういったものも、まだ、述べられてなかった内容のものを、お伝えしたいなと思います。今は現在違うんですけども、2011年、12年、それぐらいの頃にですね、日本の駐日大使に、アメリカのケネディ家の子孫の方になっていただいたらどうかということを提案いたしました。で、それで、なっていただいたのがキャロライン・ケネディさんなんですけども、日本との友好関係に、架け橋に、ご尽力していただきまして、結構コミカルな方で、恋ダンスっていうのが星野源さんの歌であったと思うんですけども、それが世間的にすごく流行った時に、ケネディさんも踊っていただいて、恋ダンス。皆さんが思ってるよりも、政治家の方たちって結構こう、表現って言ったらちょっと変なんですけども、もう少し砕けたところがあって、麻生太郎さんなんかは、喋っていてすごく楽しかった人、面白い人だなと、思いましたね。2000年か2001年かそれぐらいの頃に、秀和株式会社というところで勤務していた時に、北神戸店という事務所に、来られた。と思われます。ちょっとね、あんまりにも昔の話なのでね、記憶が曖昧な部分がちょっとあるんですけども、そういうふうな部分もあります。あと、以前2のところで述べてなかったような気がするので、もう一度、言いますけども、もう一度というか、追加で言いますけれども、北朝鮮の、キム・ヨジョンさんについてですね、もともと序列的には30番目か50番目ぐらいの位置づけの方だったらしいんですけども、キム・ヨジョンさんも、キム・ジョンウンさんの妹さんということで、北朝鮮と韓国がもし統一するのであれば、キム・ジョンウンさんを天皇家のような形にして、で政治については日本と同じようにね、日本の天皇家の方たちは、政治には深く関わらないみたいな形になってますけども、そういうふうな形にして、で、韓国の大統領は国民の中から選ばれて、で、そちらの方で政治を行うと。こういうふうな形だったらね、話折り合いつくんじゃないかなと思って。で、それにあたって、キム・ヨジョンさんも、序列を上げていくというか、それ以外の部分でも、仮に北朝鮮が韓国と合併しなかったとしてもですね、キム・ジョンウン
家のその体制で、国を運営されてますから、まあ、妹さんということをやって、表舞台にもう少し出た方がいいんじゃないかということで、提案して、まあ、序列がどんどん今上がってきています。で、まあ、いつものルートで、まあ、こちらの方からの、提案という形で、見ていただいた方からの、伝えていただきたいんですけども、ここ最近、韓国とアメリカが合同軍事演習を行ったことに対して、まあ、北朝鮮の方はミサイルを発射ということで、まあ、牽制するような形で、それについて、まあ、非難するようなコメントを声高におっしゃられてましたけども、形としてはね、あんまりもう対立構造を深めるような言動っていうのは、あんまり好ましくないですね。事態が悪化するだけですので、両者の。後から、それがこじれた時に回復するのがやっぱり難しいですので。もし私がああいうふうなことになって自分がコメントを述べる立場だったら何って言うかって言ったら、まあ、先に1番2番を見ていただいて分かりますけども、世界の、エネルギー事情っていうのは、先進文明が200年、300年、1000年と続いていく目標について、現在のような状況では、もう200年以内にエネルギー尽きてしまいます。今の自然再生可能エネルギーの普及の、ペースでは。まあ、その辺のところは1番2番を見ていただいたら分かるかと思うんですけども、金属の残存量問題もあります。ホームページ、粟井圭介の履歴というものを私は記載してるんですけども、そちらの方に、そういった内容も載せてますので、各金属の世界の埋蔵量、現在確認されている技術的に取り出せる量ですね、原油の残存量など、そういったものも載せてます。で、そういったところから言いますと、合同軍事演習、まあ軍事演習をすること自体が燃料の無駄遣いであると、金属を、余分に浪費するだけだから、するべきではないと、まあこういうふうな文言にしていただけたらどうかなと思います。まあこれは北朝鮮のその金与正さんだけじゃなくてね、まあもともと世界、まあ、冷戦があって西側と東側に分かれているっていう時代があって、その名残が今も結局残っていて、お互い国境付近が隣接している国って昔から何かいざこざがあったりだとか、まあそういうふうな部分での対立構図がちょっとあったりとかして、まあそれに対してですね、今後世界中で、何かこう軍事演習をするようなことがあったら、そういうふうな形で、コメントを述べると、もう少し冷静になられたらどうですかと、まあ、ちょっとやんわりとしたような口調でいいと思うんですよね。あんまり強い口調で相手のことを非難するのって、やっぱり喧嘩腰になっちゃいますからね。だから、まあ、あんまり良くないなと思います。で、まあ、世界との平和活動については、ここまで、一旦ここまでということにしていきまして、次からは、まあ、今からは日本の経済についてですね、まあ、どのようなことを私が提案してきたかっていう、いうことを述べていきたいと思います。これは、まあ、エネルギー問題等々もあって、まあ、東日本大震災が発生した時に2011年、3月11日ですね、まあ、エネルギー事情、まあ、電力需給ですね、その部分での逼迫等も、いろいろありましたので、日立さんと、まあ、三菱さんだったと思うんですけども、まあ、火力発電所をもともと作られてるんですね。で、そのお互い持ってる技術、まあ、特許の部分も含めてなんですけども、まあ、いいとこ取りの、技術を出し合って、まあ、業務提携みたいな形でですね、高効率の火力発電所を作ってほしいと、まあ、そういうふうなことを提案していただいて、行っていただきました。で、まあ、これは世界のエネルギー問題にも直結してくるんですけども、まあ、少しでも燃焼効率のいい、少しでも、
たくさんエネルギー、電力を発揮できるようなものを作っていただかないと、これから先の時代は成り立たないっていう部分もあって、まあ、そういうことを提案させていただいて、達成す、いたしました。で、まあ、安倍さんに当時、総理になっていただいてからですね、安倍さんに、まあ、私の方から経済の方に関しては、まあ、その頃、まあ、480兆円ぐらいだったんですね、GDP が。で、それを600兆円まで、伸ばすと、まあ、こう宣言してほしいと。まあ、これはまあ私の考え方なんですけども、まあ、大きな目標をまず立てて、そこへ向かって、進めていくと。それをするには、まあ、どうしたらいいか、を突き詰めて、まあ、進めていくんですけど、まあ、それは、貿易の輸出を伸ばしていったりだとか、まあ、そういったことになってくるんですけども、仮に、もうもちろん600兆円という数字はものすごく大きいです。当時からもうすぐした団塊の世代が退職して、労働者が減ってっていう、まあ、そういうふうな状況が、まあ、予想されていましたので、まあ、かなり、困難な状況ではあると。まあ、当時の、東日本大震災があった時の為替相場はですね、当時は一番ひどい時で1ドル、70円台まで、突き進みました。まあ、それでも、日本からの輸出なんかもかなりやられましたからね。で、その辺のところについても、まあ、私からの提案でアメリカの方に、まあ、もう正直、本音のことを、まあ、ホームページや YK スケの履歴の後半か書いてなかったことのところに載せてたと思うんですけども、これはどういうことなんですかと、こんなふうな為替相場だったら日本は経済成り立たなくなると、もう借金がどんどん増えていってると、ただでさえ大きな災害がたくさん発生して、阪神・淡路大震災もそうですし、東日本大震災もそうですし、九州の大地震もそうですし、新潟県もそうでしたし、北海道もそうでしたし、あと台風や大雨、洪水、河川の氾濫等々の災害で、余分な出費が増えていく、まあ、それに加えて、為替相場、まあ、少子化等々もあるんですけども、まあ、少子化イコール今からの時代は、それは悪いことではないと、エネルギーの残存量がこれだけ逼迫してますんでね、人口増えるよりかは、少子化の方がマシというのが結論です、今のところ。で、これは自然生成可能エネルギーが伸びていくことによって、まあ、状況が変わってきたりするかとは思うんですけども、まあ、その話は、まあ、一旦人口のことは置いといて、まあ、為替相場、1ドル125円ぐらいで、まあ、世界、他のユーロとかにも関してもそうですね、まあ、円安の方向で、なんとかしてくださいということで、そういった都市を作っていただきました。2000、あれは15年ぐらいだったんですかね。まあ、それぐらいの頃に本当に為替相場1ドル125円ぐらいで1年間、通していただきました。まあ、ちょうどその年ですね、日本がずっと借金が増えていってたんですけども、借金を少し減らす年を作ることができました。その年かその翌年の時ですね、まあ、海外資産を、まあ、円安の時に売却するだとか、日本政府の持ち物の、まあ、そういうふうな部分とかもいろいろ手を打ってだとは思うんですけども、やっぱり日本は貿易輸出国であって、で、今現在円安をクローズアップされて、まあ、テレビのニュースで騒がれてますけども、あれはもう簡単に克服できて、むしろ円安はウェルカムなんですよね。自然再生可能エネルギーで日本の全電力を賄えるようになり、さらにその自然再生可能エネルギーの電力によって、まあ、これから先電気自動車が進んで、それも賄えて水素を作れるようになって、れば、まあ、海外との貿易輸出量に関しては14兆円ほどプラスになってきますんで、プラスマイナスがですね、まあ、それぐらいになってきます。まあ、輸入量が、まあ、ガソリンプラス天然ガスが、7兆円ほど輸入しなくても済むような形になってきますので、で、その金額ってね、その、ここまで為替相場が円安であり、原油価格が上がる頃の前の資産ですから、今の為替相場の円安と原油高を考えると、まあ、10、まあ、20、
兆円ぐらいのプラスマイナスで、プラスに持っていけるんじゃないかなっていうところで、本当にもし今、日本もそうなんですけども、世界のエネルギー問題のことも含めて、世界中で自然再生可能エネルギーを徹底的に、太陽光パネルや河川水門開閉式ダム発電を中心に、あと風力発電ですね、そういった当てになるようなところ、徹底的に増やしていくしかないと。もう本当に普及スピード、世界中で100倍ぐらい上げていかなきゃならない。あと、バイオエタノールですね。そういったものも作っていかなきゃならない。あ、その世界との平和活動でですね、そうですね、近隣の国と、中国とか北朝鮮とかいろんな国に、いろんなことを提案したり、それに対して受け入れていただいたりとか、そういったことで動いていただけたとき、韓国も含めてもそうなんですけども、徴用工問題の時とか、慰安婦問題の時も、水面下でいろんな話、こちらからも提案しまして、もう安倍政権の時にだいぶ落ち着けてもらえたんですけども、その部分とか、朝鮮、北朝鮮のことや韓国のこと、韓国のこともすごく考えてますよと。で、もし統一されたら、為替相場、韓国は、運安になるということで、輸出のチャンスも出てくると。それは北朝鮮の方が、発展途上国、貧困国であり、為替相場安いですから、そこを合併したときに、どうしてもウォンの価値が、下がるみたいな形になるっていうのは、僕の予想なんですけども、ビジネスチャンス、輸出のチャンスが出てくると。そういった部分とかも、韓国のことを配慮してのコメントっていうのも、提案とかもたくさんさせていただいて、で、仲良くして、いきましょうということで、提案させていただいてます。で、そういうふうな内容っていうのが伝わってる部分もあって、現在の、韓国の大統領も、徴用工問題に関しても、日本との友好関係って、日本との友好関係を崩さないように、うまく対処するような形で今、舵切ってもらってます。これも、自分で言うのもあれなんですけども、今までの提案してきた内容すべてひっくるめて、2で言ってる内容に関しても含めてですけども、ノーベル平和賞を僕はいただいてもおかしくないぐらいのことを提案して、達成できてますね。だから、本当に提案、いろんなことを提案してよかったなと思ってますので、それについて、いろいろ、動いていただいた方、本当にありがとうございました。こうやって、誰かが何かを言い出して、何かをしなきゃ何も始まらないし、何も進みませんので、やっぱり世界中仲良くしていかなかったらね、これから先のエネルギー問題、金属の残存量問題乗り越えていけませんので、それについての、対応策っていうものは、また、別の淡井圭介からの、いつものルートで送ったところの、これから、これが3ですけども、4、5、6と、またのいろいろ載せていきますので、その中でその対処方法っていうのも、伝えていきたいなと思っています。それでは経済の話に戻りますけども、その1ドル125円、2015年ぐらいだったと思いますけども、それを通してもらった時に、トヨタさんとか輸出業の会社に関してはものすごく利益が出ると、それは十二分に見越せていたことなので、で、かたや、円安になるということは仕入れ価格が上がると。日本は海外から鉄鉱石とか買い入れてますから、自国でも生産、採掘はしてるんですけども、鉄鋼所に関して、もともと自動車業界とかも、仕入れ価格との、交渉を、少しでも自動車メーカーとしては金属を安く仕入れたい、鉄鋼所から。鉄鋼所としては少しでも高い値段で、買い取っていただきたいと。こういうふうな部分があるんですけども、その辺のところ、先に、125円の時点で、トヨタさんの方に、大きく利益上がるでしょうから、鉄鋼商さんには、いい値段での、買い取りっていうのを、認めていただきたいと、そういうことを進言いたしまして、それも、その通りにしていただきました。で、それも新聞の、見出し、新聞の記事にもなりましたね。アベノミクスの勝ちだということで、配慮した、
形で、鉄鋼所へ配慮した形で、まあ、トヨタの方は、まあ、金額の方を、まあ、そういうふうな形で、見ていただいたと。まあ、そういうことですね。あとは、まあ、経済関係のことに関してなんですけども、新幹線や、リニアモーターカーを海外に輸出していこうと。まあ、日本の、列車の輸出、全体的な売り上げのランキングなんですけども、日本のメーカーってなんとか世界第4位にいると。で、世界第1位、2位、3位がすごく、販売額が大きいんですよね。で、5倍以上に伸ばしても3位に食い込めないぐらいの位置の4位なんですよね。だからまあ、その辺のところの強化とかもしたいし、これから先の時代に関して、まあ、リニアモーターカーも海外に輸出するべきだったり、新幹線とかも海外に輸出するべきだったりだとか、まあ、結局これ話突き詰めていくと、エネルギー問題に関して、結局電気自動車作るんだったらバッテリー必要になりますよね。だけども電車だったらバッテリーいらないですよね。だからできるだけ 一般人の方含めて多くの方、車買うぐらいだったら、電車で、済ませてほしいと。マイカーブームじゃなくて、ノーマイカーブームになってほしいんですよね。そうすることによって、石油の残存量だとか、ガスの残存量っていうのが、将来に対して、未来の人たちに対して、多く残していけると。まあ、こういうふうな形になります。どちらが効率いいかって言ったら、やっぱり電車の方が効率いいですから、たくさん人乗れますからね。で、バッテリーの取り合いにやっぱりなるでしょうから、世界中で電気自動車に舵切りますから、だからいろいろ足らない、足らないっていう部分に、バッテリー、リチウムイオン電池が足らないっていう形になったり、価格が高騰したりすることが考えられますので、まあ、アメリカの方に、まあ、そのリニアモーターカーの輸出、まあ、普及を、まあ、認めていただくように、まあ、安倍さんに、もう、新書を書くぐらいじゃないと難しいですよということで、安倍さんに新書を書いていただいて、新書は渡していただきましたね。まあ、それによって、まあ、リニアモーターが一部の、区間、採用していただいたり、まあ、インドの方でも新幹線だとか、まあ、これから先リニアモーターか、リニアモーターかもありましたかね。まあ、ちょっと、はっきり覚えてないんですけども、まあ、インドネシアもそうですけども、新幹線の普及だったりとか、まあ、中国とは、競争するような形になってますけども、まあ、これはまあ、お互い良い競争になるような形で、まあ、普及させてまあ、いただけたらなと思います。まあ、結局、バッテリー積んで飛行機を飛ばすことは、バッテリーがむちゃくちゃ多くなるので、これはもう無理です。だから、飛行機飛ばすとして、もし石油が枯渇した時代、まあ、残りの残存量は60何年分ほどなんですけども、まだ探しはあるっちゃあるんで、まあ、約100年分とは言われてるんですけども、発展途上国が伸びてきますから、消費量がやっぱり上回ってきますから、で、石油の揮発したものが、天然ガスなんですよね、基本的に。だから、電力に回しても同じじゃないかって思われるかもしれませんけど、そこはちょっと一部違って、火力発電所で、まあ、ガスを使って、電気を作り出すときに、ギア比ですね、まあ、ギアを上げていくことによって、エネルギーを何倍にも何十倍にも、もしかしたら何百倍にも上げていってますので、まあ、その辺のところですね。だから、まあ、そういう意味を含めて、電気自動車の方が、効率いいと、まあ、そういうふうな部分が出てくるんですけども、まあ、そういうふうなことも行っていただいて、まあ、日本の、まあ、経団連も多分、まあ、水面下で動かれて、まあ、海外への輸出に力入れていただけたんじゃないかなと思います。まあ、いろんなコメントを新聞の記事で、その列車を作ってるメーカーさんが、まあ、どんなことをおっしゃってるのか、まあ、僕はね、世界まず第3位を狙っていきましょうと、まあ、1位まで狙ってと、まあ、そういうふうなことをね、激を飛ばして、で、まあ、盛り上がって、
たようなコメントを、おっしゃっていただいてましたね、当時。だからまあ、いろんな形で、まあ、経済関係も提案させていただいて、例えば中国っていう市場がその頃すごくクローズアップされて、まあ、現在もそうですし、実際そうなんですけども、日本との貿易輸出によってのがやっぱり近隣の国ですから、日本は中国とかアメリカと貿易輸出入がすごく盛んなんですけども、中国ってまあ10億人以上いらっしゃって、まあ、巨大市場じゃないですか。で、他の地域もやっぱり近隣の国で、まあ、輸出していくあてとして、まあ社会的にも発展途上国から先進諸国化していくお手伝いとして、まあ、インフラの輸出だったりだとか、まあ、そういうふうな部分で、東アジアを中国以外の部分には日本とか韓国とか北朝鮮とかじゃなく、台湾とかじゃなくて、まあ、インドネシアのあたりを中心とした、東アジアですね。そっちの方、人口をトータルすると約7億人ほどいらっしゃって、東アジアとしてその地域を見ると、ここは巨大市場であると。日本の企業もどんどん参入していかなきゃなんないっていうことで、まあ、いろんな形で、輸出を伸ばそうと、まあ、いろいろ動いていただきました。まあ、例えばホテル関係とかもそうなんですけども、その海外のホテルに、まあ、為替相場云々の部分との違いがあって、貨幣価値の違い等があって、例えば日本から輸出するお菓子だったり、ああいったものってやっぱり現地の人たちにとってはすごく高価なんですよね。なんか現地のホテルに、販売店を置かせていただいたりだとか、まあ、そういうふうな工夫っていうのをしていただきました。まあ、そういうふうなね、ものをいろんなことを提案して、実際行っていただいて、で、事実 GDP は安倍政権の時に約550兆円ぐらいのところまで GDP は上げれています。だから経済の部分でも安倍さんって成功してるんですよね。だから世界の平和活動とかも、そういうふうな形で水面下で日本政府が動いていた話とか、今現在国葬の問題が、安倍総理がああいうふうに凶弾銃で撃たれて、お亡くなりになられて、すごく私にとっては残念なことで、本当に安倍さんと2人で会って、お互い、まあ、いろんなことを話し合うっていう機会が結局できなかったんですよね。それがすごく残念で、あと、もともと僕が送っていたメッセージで、まあ、会った時に、あの時はああいうふうに GDP、例えば550兆円まで上げれてて、あの時は最高でしたよねとか、まあ、そんな話をね、したかったりだとか、まあ、これから先の河川水門開閉式ダム発電とかもそうですし、まあ、一でも申し上げてましたけど、私の提案で中国のゲームメーカーに作っていただいた我が天下と、我が天下戦国富豪、そこの売り上げ1%、まあ私のアイデアで作ったものですから、それぐらいのものを支払っていただきたい。それ習近平国家主席に安倍さんの方から言ってもらって、習近平国家主席の方から別個の社長の有効資産の方に、まあ、彼の方に支払ってあげなさいと、まあそういうふうに動いていただいてほしいっていうことを相談していただいたり、まあ、それで、ね、昨年12月、2021年の12月2日に、自宅の裏手にある春山整骨院の横に車を止めて、で、そこで安倍さんが、僕は外に寝て買い物に行くのを、時間帯を見計らって、まあ、夜の6時過ぎぐらいだったんですけども、出てきた時に、まあ、車から降りてきて、こっちにこう近づいてきたんですけども、その時僕、安倍さんって分かんなかったんですよね。夜暗かったら、やっぱりね、2メートルぐらいのところまで近づかなかったら、顔は認識しづらいんですよね。で、だから、遠目で見た時に、背の高い、なんかちょっと、怖そうな人が近づいてきたなと、まあ、そういうふうに思っちゃってですね、もうちょっと離れようと思って。僕ね、路上で暴行を加えられた経験があって、男4人組なんですけども、両方を割られてものすごい大怪我してるんですよね。だからちょっとね、そういう警戒心等々があって、結局安倍さんとお話しすることができなくてすごく残念なんですけども、まあ今までのその世界の平和活動だったり、まあ、僕がノーベル平和賞を受賞をしてもおかしくないでしょうし、それに対して動いた安倍総理も受賞してもおかしくないと思うんですよね。で、経済の部分も先ほど言いましたけども、ああいうふうな逆境っていうのは結局、まあ、
打ち破って、まあ、私との協力体制といいましょうか、まあ、そういうふうなところで、結果出しましたからね。本当の話が、そこまでの話が、表立ってそのテレビに私を出してほしいと。で、どんなことを提案して、どんなことを成し遂げてきたかっていうことを説明させてほしいっていうことを言ってるし、これから先の、まあ、エネルギー問題の解決方法、これについても、説明させてほしいということで、まあ、一番誰も言ってますけども、あれが、いつものルートで送った内容です。で、そういうのが世界に浸透することによって、まあ、戦争をなくしたりだとか、世界的に、貧困層の方たちが、低所得者層の方たちが中間所得者層になれたりだとか、まあ、病院の普及だったり、学校の普及だったりだとか、まあ、いろんなところで、もともとこれは僕は習近平国家主席とかいろんな世界の首脳の人たちにメッセージを送ってるんですけども、そういう発展途上国とか、まあ、いろんな国で中間所得者層を増やしたいんだと、まあ、そういうふうなことを、習近平国家主席とかにも、メッセージ伝えてます。で、今ね、中国の仕事の失業率っていうのはすごく高くて、大学を卒業された方の19%ぐらいの方が仕事がないというような状態なんですけども、世界のエネルギー問題にスポットライトを当ててみたときに、世界中で今からもう本当に100倍ぐらいの普及スピードで、太陽光パネルだとか、まあ、もう置けるところですね、風力発電も目いっぱい置いていかなきゃなんないと、で河川水門開閉式ダム発電とかも作っていって、雨の日に多くの電力を賄えるようにならなかったら、雨の日になったら、曇りの日になったら、やっぱり太陽光パネルでは発電能力が下がりますから、例えば日本だったら、以前の、池田介から送ったいつものルートでのところの1か2で言ってたと思うんですけども、日本中の、建物の屋根の上に太陽光パネル、もうとにかく置けるところは全部置いていかなきゃならないと。で、駐車場も屋根のない駐車場とか、まあ、スーパーマーケットで広い駐車場あるじゃないですか、ああいうところも、まあ、ちょっと柱を置いて、簡単な、屋根つけて、まあ、台風で飛んでいかなきゃいいから、いいぐらいでいいですから、まあ安価なものでいいですから、とにかく屋根つけて太陽光パネル敷き詰めたりだとか、まあ、いろんな工夫っていうのをしていって、とにかく太陽光パネルを徹底的に、生産、世界中で生産して、それを設置していかなきゃなんない。だからそうなってきたら、それだけその仕事をされる方を増やさなきゃなんないので、これは世界中で、仕事雇用が増えます。河川水門開閉式ダム発電の設置に関しても、まあ、建設業界の方、足らないところの国は増えていただいて、日本の場合は建物を今作りすぎてますから、とにかく今はもう建物を作る場合じゃないですから、家とかを。早く建物の解体とかで金属を回収したりだとか、河川水門開閉式ダム発電っていうのを設置していくと、まあ、それによって、エネルギーを得て、貿易輸出入も減らして、世界のエネルギー問題、精神文明を未来へ残していくっていう形でね、動いていっていかなきゃなんない。まあ、他にもね、大小さまざまないろんな提案や、アイディアあります。まあ、以前から言ってる、まあ、僕のホームページにも載せてますけど、マグマ発電だったりだとか、学校で、まあ、かまどのようなものを作ってですね、冬石油ストーブを焚いたりとかするんじゃなくて、薪でね、まあ、暖を得ると。で、ふいごみたいな形のものを取り入れることによって、効果力を発揮するような形で水蒸気発電っていうのを各学校で行うと。まあ、大学生や高校生の学校でですね。で、今までリサイクルとして、牛乳パックの、まあ、捨てるときにリサイクルの日に捨てたりだとか、まあ、新聞紙とかですね、ああいうふうな紙を回収さえして、したりしてますけども、ああいうふうなものも結局そういうふうな設備を作った学校で一緒に燃やして電力に変えてしまおうと、まあ、そういうふうな形の発想でいます。結局集めるのにも電力というか、結局今は石油ですね、石油自動車で、
トラックで集めてますから、そういったところも結局ロス、エネルギーのロスになってしまってますので、学生さんとかにね、学校通勤、通勤じゃなくて通学するときに、まあ、学校に持って行ってもらうと。で、それ燃やす。で、うん、あと、大型ゴミの日とかで、木材の家具とかあるじゃないですか。ああいったものも学校で燃やしたり、冬場燃やしたりすることによって暖を得ながら発電すると。そうすることによってね、太陽光パネルって冬場の方が確か発電を、発電量を、低くなってたと思います。まあ、それで、まあ、補うような形ですね。で、植林をしていく人たちを増やす。まあ、日本でも、海外から木を輸入してるんですよね。で、それがかなりの量に上っていて、今の為替相場だったら海外から買い付けるよりも、まあ自分の国の木材使用した方がっていう部分がありますんで、今の円安っていうのはウェルカムなんですよね。で、本当にその方向で物事を進めなかったら、自分の国で頑張って植林する人たちを増やして、それはもちろん雇用につながりますし、その木を切っていく人たちも増やせば、それが仕事にもなりますから、それによっては、経済が良くなると、そういう部分もありますんでね、貿易輸出入も変わってきますし、だから2階建ての家を建てるときはできるだけ木材をしっかり使って、で耐震についても柱と柱の間に1枚、まあ、分厚い例えば5センチなりの木を間に入れてしまうとか、そうすることによって地震への防災、まあ耐震性の高い建物を作ったりできますんで、まあそういうふうな形で社会全体が動いていただけたらなと思います。あとは、バイデンシステムを利用してですね、家の中で、まあ自転車をこいで、電気を売ると。まあ、体鍛えたり、うん、まあ、健康のために外に出て走ったりするぐらいだったら、家の中で自転車をこいでっていうような形ですね。そういうふうな、社会に、なったらいいなと思ってます。そのね、放置自転車とかを集めてる、ところが、置き場が岡場駅の近くにあって、僕の住んでる神戸市北区、神戸電鉄の岡場駅の近くにあるんですけども、ああいったものが放置されてるのもったいないなと。タイヤの部分とかも取り外して、まあ、リサイクルですね。まあ、スタンド立てて、で、家の中で焦げるようにして、タービンコイルもしくはダイナモつけて、それをコンセント、まあ、オス型とメス型、要するに家のコンセントをちょっと変えて、まあ、まあ、ああいう風な形のコンセントを、まあ、メス型とするなら、まあ、この出っ張りのあるようなところが、まあ、オス型とするのであれば、まあ、このオス型の方が、まあ、ああいう風なコンセントのところに1個ついていて、そこにつなげて、メス型の方のコンセントをですね、それと、まあ、自転車をつなげて、こいだら発電して、売電できると。まあ、まあ、大した収入にはならないと思います。で、その方針も大した電力にならないって思われるかもしれませんけども、もしそれが、世界中1億人に普及して、1億人の人が1日、結構、自転車こいだらどうなるかとか、アスリートの人たちとかも、フィジカルトレーニングの時に、外を走るんじゃなくて、自転車をこぐっていう形になったらどうなるかっていうことを考えたら、これ、トータルすると結構な発電量になると思います。だからエネルギー問題の、まあ、対処にもなるでしょうし、まあ、そういうふうな、こともテレビで、私の方からアイディア発表させていただけたらなと思います。テレビ局の方、ご連絡お待ちしてます。ホームページの淡井圭介の履歴の一番上の段のところに、連絡先って書いてる部分があるんですよね。何って書いてましたっけね。お仕事の連絡先はこちらへか。何かまあそういうふうな、欄があります。まあ一番上か、もしくは何か新しい業を増やしたりしたら、一段下がって、来て、まあ、睨みになったりとかしてるかもしれませんけども、将来そこに電話番号、載せてますので、ぜひお電話をいただけたらなと思います。まあ一でいろんな方、会いに来てほしいということで呼んでますけども、ぜひ早くご連絡いただきたいなと思います。これが遅れれば遅れるほど
日本にとっても世界にとってもマイナスであると、まあ、そういうふうな認識で国会議員の方たちもテレビ局の役員の方たちも、各番組の、働いているスタッフの方たちも皆さんそういう認識でいてください。経団連の方たちも、いろんな会社の役員の人たちも。それでは今回、青井圭介が送ったいつものルートでの政治経済さんを、今回はこの辺で終了させていただきます。皆さんご清聴ありがとうございました。また続き、4問、近々、アップロードしますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。